皆さんこんにちは、今ご紹介があった田原でございます。今日は非常に暑くてですね、実は京都デザイン画廊というのが発足しましたのがちょうど1年前、キックオフミーティングというのが7月の確か26日ですか、行われまして、その日も非常に暑いでした。で、今ご説明があった大学院の特別教育コースということで、都市の存在性を1年間で一応取り組んでみようというのが今年の4月からですね、新しくできまして、このシンポジウムというのはそのコースの取り組みの、第1回目の、公開イベントというようなことになります。で、今日の趣旨ですけれども、一般的に今文化財、歴史的な遺産、そういったものの概念というのが、どんどん広がっております。文化財と、それ以外の建造物というものの境がどんどんなくなってきているのではないかというふうに思っている。で、国際的にもそういう文化財をやはり使い続けていくということが非常に重視されておりまして、リビングヘリテージというような言葉、使い続ける文化財、生きている遺産という意味ですけれども、これは建築だけではなくてですね、いろんな建造物を含めてリビングヘリテージという概念が盛んに言われております。つまり今までのようにただ保存するのではなくて、使いながらメンテナンスをして将来につなげていくという、前向きな取り組みをしなければいけないのではないかというようなことだと思うんですが、で、日本においても、今や重要文化財においてもですね、活用ということが非常に言われておりまして、かなり大胆な活用というのも最近は出てきているわけですが、ただその場合にはやはり手を加えるにしても適切な方法で手を加えていかないと、ただ活用すればいいというものでもないわけですね。ですからそこをどう埋めるかというのはこれなかなか難しい話で、今まで歴史学の分野でやってきたものと、あと設計の方法、あるいはその文化財修理というようなものが一体化しないとなかなか難しい。つまりその歴史研究と設計デザインというものがですね、統合していく必要が あるのではないだろうかというふうに私自身ずっと考えております。ですから私の思いとしては、このコースの中でそういう歴史的な調査研究から最終的な設計案の作成まで、投資でやってみたいなという、そういう試みでありまして、まだ1年目半ばですので、どういう成果があるか分かりませんけれども、そういう中でいろんな方のアドバイスをいただきながらですね、使い続ける文化財というもののあり方を考えていきたいということであります。で、シンポジウムについては年間テーマを決めて2回ずつやろうということになってまして、今年は一応レンガというのを年間テーマにさせていただきました。目指すのは近代建築の保存再生活用ですので、レンガがまず来るだろう。で、その次には多分鉄筋コンクリート、それから鉄骨とかですね、ガラスとか、そういう諸々の材料というものへの考え方が非常に重要になっているということで、今年はレンガということに設定をさせていただいたわけです。で、今日はそういうことで、この建築都市保存再生のコースのカリキュラムの一環ですので、あまり大々的に外部に発信もしなかったんですけれども、皆様方には熱い中お越しいただいて本当にありがとうございます。あとでまた座談会も5人でもですね、また自由にご意見、ご教示いただければと思っております。今日 のお二人の講義の内容、お話の内容、非常に密度が濃いお話ですので、できるだけそちらに時間を当てようかと思います。私の時間かなりいただいているんですけども、できるだけ短くしてですね、講師の方のお話に入っていきたいと思いますが、講師の先生のちょっと先生って言っちゃいけないんで、お二方 のご紹介をさせていただきますが、お配りした資料に簡単にお二方の経歴が書いておりますけれども。まず長谷川直樹さん、現在建築研究所で、歴史遺産の保存活用の研究をいろいろ積極的にされておりまして、
実は長谷川さんは私が東京都をやってた時に文化庁の方にいらっしゃってですね、主任文化財調査官としても大変ご活躍でありまして、今は文化審議会の委員も務められております。そういう意味で文化財分野と建設分野も両方を股にかけてですね、そういう2つの分野をつなげる非常に貴重な方ではないかというふうに思っておりまして、念願のことにも大変お詳しいので今日ぜひということでお願いをいたしました。それからもう一方、小野田茂さんです。小野田さんは鉄道総合技術研究所、もともと国鉄に入社されまして、鉄道の方でずっといろいろやってこられたんですが、特に、鉄道遺産、産業遺産としての鉄道遺産については非常にたくさんの研究成果をお持ちでございます。それと鉄道ですのでやはり土木という分野になるわけですけれども、土木学会の中ではですね、特に土木史という、かつてはあまり我々が大学に行ってた頃には土木には歴史の講座はなかったわけですが、そういう土木史というものにも積極的に取り組まれて、土木学会の推奨土木遺産というようなものの、選定にあたってもですね、大きな役割を、果たされております。全国を股にかけて足で、いろいろ走破されている行動的な研究者でございます。でそういうことで近代建築の中のレンガという材料について今日はいろいろお話をいただいて皆さんと勉強してまいりたいと思うんですが、もう一つの私の思いとしてはやはりこれからの文化遺産というのは、建築も土木もなくてですね、やっぱり一つの生活環境の中で、いろんなことが議論されなければいけないだろう。そういう意味で建築代表として長谷川さん、土木代表として小野田さんというような位置づけもあるわけですが、もう一つは今の社会の中でですね、文化財保存あるいは活用設計そういったものに関わっている場合の体制の問題もまたいろいろございます。全てがこう統合化されていかないと、綺麗な形で歴史遺産というのを活用して残していくことはなかなか難しいわけですので、今日はどこまで時間取れるか分かりませんけれども、そんなことも合わせてですね、後の座談会の中で、皆さんと議論ができればというふうに思っております。それでは講義の方にできるだけ時間を割きたいと思いますので、長谷川さんよろしくお願いします。今ご紹介いただきました建築研究所の長谷川直司というものです。それで私からは、レンガとレンガ造建築物の高校という話を1時間とさせていただきます。でよろしくお願いします。で、私の話はですね、今日のご趣旨 の保存活用というものの前にですね、まずそもそもレンガ造の建築物というのはどういうふうに作られているのかということで、実は分かっているようで、よく分からないことがいっぱいあるんですね。で、私もいくつか研究やってきて、少しずつ解明できたことを今日はご紹介するというふうにします。で、そのことはですね、今日の趣旨の保存に、とりましては、その残すべき価値のある部位っていうのは、レンガ造のどこにあるのか。それから、活用の観点から言えば、例えば、耐震対策。活用するためには耐震するんですが、その耐震診断をするために構造モデル化というようなことをするんですけれども、その根拠を与えると、情報を与えるということで、まずどう目の前のレンガ造建築物がどういうふうに作られているかということです。で、高工法という言葉をタイトルに伝えましたが、ご覧のようにですね、工法、耳口で言えば工法、同じ工法なんですけど、漢字で書くと2種類ある。上の方が、構える工法という形なんですよ。これはですね、基本的には設計にかかる概念、それからこっちは体の絵に似てますから絵工法という言い方をするんですけど、これは基本的には施工にかかる概念で、この設計施工のところが混然一体になっている工法があったりします。で、例えば後でご説明しますが、このレンガ造建築どこまでが設計の範囲、どこからが施工の範囲か、実は曖昧な部分がありますので、そういうので高工法という言葉を、
建築研究所の私の上司だった人が考えついた造語ではありますが、そういうことは使います。それで、今日の話は先ほど冒頭にも言いましたように、もともとどのように設計され、どのように施工されたのかを知るのが重要であるということ、一言言えば相手を知る、で、まずどういうものかということを知るということが大事ということで、そんな話をさせていただきます。で、今日これから私の話はここからのような5つの項目で順番にいきます。これは読み上げません。で、まず最初、レンガ単材の寸法とねじ込み寸法、それらの調整、今のタイトルになっちゃいましたけれども、その話します。まずご覧9つは、持ってきましたけれども、国産レンガです。私は余談ですけれども、レンガ、特に国費レンガを中心にですね、コレクションするのが趣味とかと言いますか、好きなんですが、そのコレクションの中から一部持ってきました。いくつかあります。これなんかはジェラールレンガと書いてあるんですが、フランス人のアルフレッド・ジェラールという人が横浜の元町公園で、工房を開いて作った。ご覧のようにですね、この一番レンガの大きな面に、かわっとこう国費の息を出してますけれども、こんな華麗なデザイン、月桂樹が書いてて、アルフレッド・ジェラール横浜に書いてある、ね、隣が。それからこれは、明治の銀座レンガが、あるとき出土しましたので、出土が出ちゃいました。それから、刻印という話しましたけれども、レンガに刻印が入ってて、その宇治素性が分かるんですね。小菅修辞館なんか、ちょっと見えにくいんですけど、桜のマークが。あるいは開拓市もへじれんがで、この拳のところに函館製造明治7年と書いてあって、非常によく分かりやすいです。こんな国産のレンガがあって、あとで寸法の話をしますが、実はいろんな寸法があります。さて、日本におけるレンガ、あるいはレンガ像の建物、工事、要するに物が始めですけど、何かということですが、安政4年、1857年10月にですね、長崎の阿久の浦と言いますけど、今でもある地名ですが、阿久の浦というところに長崎洋鉄所という建築物を寄港したということで、これが日本におけるレンガ造建築の工事とされています。で、ここで使われたレンガ、これの実はこれの前身ですけども、これはその技術を引き継いでますが、こんにゃくレンガという形です。厚さが非常に少ないんですね、37ミリ、これ、こんにゃくレンガ。それで、右にある写真は、これは日本に現存最古のレンガ像の建物とされています。これは長崎市内に建っていますが、小菅ドック巻き上げ木小屋というものです。ここにこんにゃくレンガが使われています。で、この建物の国指定の史跡でしたけれども、です今でもそうなんですが、先般世界遺産に登録された構成資産であります。これは西日本の話で、東日本に目を転じますと、慶応元年です、ね、横須賀製鉄所、横須賀ですね、神奈川県です。ここに、製鉄所の機構をして、これをレンガで作ったというのが、東日本では早いというかです。で、その建物は今日には残ってませんけれども、その技術的系譜を引いている建物があります。それが、これは昨年度の世界遺産登録のものですが、群馬県富岡市の旧富岡製糸場というものです。これが技術的につながっています。これがそうですね、旧富岡製糸場の東沖繭所という建物です。それで、技術的につながっているという意味はですね、横須賀製鉄所で技師をやっていたバツちゃんという人がいますが、この人が、横須賀から富岡に、人事異動になったんですかね、やってきて、2ヶ月でこの富岡製糸場のレンガ、木骨レンガという特殊な構造ですが、これの設計図を変えちゃったということです、ね。それで今、この建物の保存、補強、いろいろなことを検討しますが、地面を掘ってですね、地下遺構の調査もやってます。そうするとですね、見えにくいんですが、これは横須賀レンガの特徴である。横須賀ってカタカナで書いた、横須賀造船所っていう刻印が富岡のこの敷地から3点出てきました。
だからバスちゃんが多分持ってきたのかなと思うんですけれども、ただ年間の系譜は、なんて言いますかね、ぴったりあの大きさとかはあまり一致してないんですけれども、まあ、バスちゃんという人物を通じて横須賀と豊岡がつながっていると。さて、旧豊岡製糸場の話をしますが、また、ここにはですね、現在上からこの表にある上から総市場、東沖前所、西沖前所、沖前所ですね、これが国の国宝に指定されています。それから蒸気側の諸市長官、検査人官、情報官、この4つが重要文化財に指定されていますが、これ全て木骨レンガ像という先ほど言いました構造です。あの木の柱、梁の間にレンガをインフィールするというような構造ですけれども、上から順番に、あの古いです、だんだん新しくになっていますが、これはレンガの積み方の工法の変遷も示しています。ここに寸法、まあ、寸単位で書きましたけれども、まあ、寸法書で A から B、C というので C、D まで書いたんですが、ですね、例えば西沖繭状のこのレンガですと、これ一枚厚のレンガ壁って言いますけれども、要するにレンガの長手寸法が壁厚になるんですが、フランス積みという積み方なんで、長手、小口、長手ってするんですけども、あの外壁の外から見るとつらい位置にきれいに見える、あの横断面図だと思ってみてください。あのつらい位置に見えるんですが、中から見るとですね、この小口のところはちょっとこう引っ込んでるんですね。で、それがこの辺の例の項です。それに比べて最後の徐行感ってやつを見るとですね、非常に内側も外側もしっかり面が揃うということです。これはなぜかと言いますと、レンガ積みっていうとそのレンガ の単材単体の寸法だけで考えちゃいけないということですね。目地幅と込みで、まあ、設計あるいは積みをしなくちゃいけないということで、徐行感の場合この寸法なんですが、短手の2倍の長さ、3辺の2倍の高さに目地幅、これ 0.3 弱、3分ですけれども、それを足したのが、中で寸法になるというふうに、こうしないとですね、あのきれいにあの部屋内、部屋外の面が揃えない、こういうふうに防護。これが、まあ、一枚積みだからこんな感じの話でいいんですが、もっと分厚いレンガ壁になると、全然厳しくなる。ここで覚えててほしいのは、レンガの大きさと目地の寸法との組み合わせで、寸法形を考えなくちゃいけないということであります。これはですね、レンガの形状についてという論文から引っ張ってますが、大高松右衛門という大阪窯業の技師長だった人が、今言われます日本建築学会の建築雑誌というのに明治38年に書いたんですが、大阪なんですけれども、こういった5種類の大きさのレンガがあるということを論文で報告しています。まあ、こういったいろんなあの複数の寸法があったということなんですが、その中でも、まあ、あの東京型っていうレンガ、これがですね、大阪においてすら普及しているということを大高さんは、論文で書いておられます。で、まあ、大高さんの趣旨はですね、こういう普及しているレンガをどんどん使った方がいい、その方が経済的だというような、あるいは、設計成功の合理性が高まるということを、それが論文の趣旨なんですが、ここで見ておきたいのは、明治30年代、明治の終わり頃ですけれども、いろんな種類の寸法のものが混在していた。もちろんこれらは工場生産のものですけれども、その中で東京型という、この寸法ですね、7寸5分 ×3 寸6分 ×2 寸というものです。これが一番普及していたということで、この寸法、3つの寸法、この後、どんどん出てきますから、ちょっと覚えておいてください。まあ、レンガ像を含むですね、いわゆる即席像、名尊理という言い方をしますけれども、これはあの、ご覧になっているのはあのコンクリートブロック、これも名尊理、即席像の一種ですが、何度も最初から言ってますけれども、レンガといいますか、その礎石体の実の寸法と目地の寸法込みで考えなくちゃいけないというのを例として持ってきました。これはですね、大正の終わりから昭和の初めに、まあ、
一般的にコンクリートブロックが流行る時代なんですが、その中で中村守さんという方が開発した守るという字が、この読みだとチンと言いますが、チンブロックという言い方をしますけれども、その工法の図です。で、このチンブロック工法はですね、ここに、須磨教会の立面軸割り図というものですけど、持ってきましたけれども、細かくメッシュが切ってあります。で、このメッシュが、縦横一辺6寸です。チンブロックというのはこういうヘル字型の変わったブロックですけれども、これのこの面がですね、実寸法だと 5.7 って書いてありますね。つまり、0.3 部の横目地幅と込みで積んでいくとピタッと軸割り図に入っていく。で、6寸という寸法は非常に大事な寸法です。日本の伝統的な建築のその寸法計三尺の倍数って感じで進んでいくんですが、その2体の全体の寸法とこのブロックとの寸法がコーディネートしているということです。で、積算上も非常に簡便でして、一面壺ってよくこの時代の教科書書いてますけども、見つけで一軒かける一軒、大体畳2畳分の広さをイメージしてもらえばいいんですが、ここに用いられるこのチームブロックがですね、ぴったり100非常に積算上も合理です。チンブロック構造というのはそれほど有名というか知られていないんですけど、京都高専大の皆さんにとっては馴染み深いではないかというふうに思いますが、市内に元の西御殿あるいは栗原ということで皆さん関わっておられると思います。さて、レンガの寸法計文字と単体の大きさという話をしますが、これは縦方向です。縦方向で、滝大吉さんという人の建築学校記録1っていうやつを見ますと、東京型、さっき言いましたね、東京型、この寸法です。7寸6分、3寸6分、2寸のレンガを用いるときは目地幅をですね、1段を2寸2分ごりとする。要するに、レンガ単材は2寸ですが、この横目地の高さをこれですね、2分ごりというふうに積んでいくと、これが 2.25×49 ということで、1、2、3、4段積んでちょうど9寸という言い方があります。これは明治の教科書です。これはその後の建築系の教科書も結構これは出てきます。明治30年代にこういう方にも4段を持って9寸というようなことで、4段9寸、4段9寸という話が言って、時代だと昭和4年に書かれた建築の教科書にも、4段9寸といったことがあります。で、その4段9寸が多いのかなと思ってちょっと調べてみました。日本全国467と体系的じゃないんですが、手当たりばったり測りまくったんですが、ですね、ちょっとこれお手元の資料の方がいいのかな、なんか消えちゃってますけれども、この約3分の1がやはり4段9寸という結果でした。467と分かったんですけども、これ数字が出てなくて申し訳ないですけど、確かにやっぱり全体の3分の1は4段9寸に積んでいるということで、標準的な数字というふうに思います。これは延長方向の話ですね。さて、水平方向はじゃあどうかということなんですが、実は教科書には水平方向のこういった、寸法計の話は全くといって大きいほど出てきません。一部出てくるとすればですね、こういった前を建築工事使用、設計実現、明治38年の教科書ですけれども、7寸5分、これはさっき東京型のことですが、したがって1軒につき中手8枚並ぶんだということが、これは明治を考慮してない話ですね。レンガだけを明治なしで突きつけてずっと並べていくと、確かに8つ並んで1軒になるんですが、基本的に明治のことを考えていないと思います。同じような話は職人用語でもあるらしくて、1軒が8枚というような工術記録が残っています。で、1軒が8枚とすると、一粒壺、
1軒あたり1軒あたり1軒の体積の中にレンガというのは、ぶどう張りも考えて3456本入るという、こういう言い方が職人、レンガ職人の皆さんの中では、あったということです。数字がですね、3、4、5、6ということで覚えやすいということだろうと思います。いずれにしろ水平方向はさっきの、円直方向の4段9寸といったような、目地を考慮したいわゆるモジュールは、教科書では見かけないということです。それでですね、これ今本で書いてありますね、半減三尺とそれから、長手のレンガ、モジュールのレンガ単材とメジットの、符合した寸法ですけれども、レンガが7寸5分 0.75、 それからメジが 0.08尺なんですが、この数字をいくら並べていってもですね、なかなか三尺、六尺、いわゆる半減一軒には、修練しにくいで、私の問題意識って言っていただきましたけれども、レンガ建物を、レンガ材料じゃなくてね、建築物を生産するにあたって、レンガの単材材料をいかに用いて寸法を調整しているかということですが、なかなか教科書には明示的には書いてないんですけれども、非常に大事な問題があるんじゃないかというふうに思っています。で、それはですね、今日いくら頑張ってもその詰め方を再現することができないんじゃないかと。で、当時の人は大変そこのところを苦労工夫していると思われます。で、そこに価値があるのではないかと。あと座談会の時も出るかも分かりませんが、いわゆるオーセンティシティと概念の中に合致するものがあるのではないかというふうに思っています。で、非常にその積み方、それは設計の問題なのか、施工 の積み方 の積み手の問題なのか、微妙なところがあるんですけれども、非常に大事な問題があって、あまりこれまで、注目されてこなかったところなんですが、いろんなことが分かってくるとですね、そういう目地とレンガと その位置にそのレンガがあるということに価値があるというふうに私は考えていまして、安易にですね、文化財のレンガ像を積み直したり、更新したりすることはよろしくないんじゃないかということで、文化財、レンガ像の文化財の修理工事、修復工事にあたっての、そういった考え方を法律指針にしたいなというふうに思っています。次、2番目、文献調査と現場観察という話をします。先ほど来レンガに関する当時の教科書というような話だったので、いくつか教科書の例をお示しします。詳しくは今ご説明しません。手元の資料にこのスライドが小さいんですが載ってますので、こういった本をですね、図書館、普通図書館にあるかどうか分かりませんけれども、探し出せていただければ、当時レンガというのはどういうふうに設計施工して、するんだというふうに教えられているかということが分かります。明治20年代、30年代の本ですね。それから、上はですね、埼玉にあった日本電話製造株式会社、日本電話会社の、役員だった室井さんが書いた電話用説。それから、下はですね、これはよく手に入ります。三橋史郎さんが書いた和洋改良大建築家上中下俗と4巻になって、一冊が6、7センチあるようでかいやつですけれども、これは大体図書室あるいは手に入りやすいものです。それから滝大樹さん、さっき出ました、建築学高記録、それから辰野金剛火災灰地の科学建築実例、これは写真とともに使用書、それから図面が載っていて非常に貴重な、ただあくまでも辰野さんのやり方が書いてあるというふうに言われています。それから、こんな資料見積もり、言わせましたけど、表紙とですね、そのレンガに関する記述が一応載けたつもりなんですが、手元の資料では記述すぎて見えないかもしれません。本のタイトルだけを確認していただければと思います。ただ、これが後で出ますけれども、内田正造という、建築屋さんですけれども、後には東京大学の総長まで行った非常に
家成先生ですが、建築構造班の、昭和10年、それから昭和15年にはついにですね、煉瓦造建築というタイトルの書籍まで出ます。結構1センチ強ある分厚い本で、ひたすら一冊煉瓦のことばっかり書いてあります。で、昭和15年に日本で煉瓦なんてもう作らないはずなんで、いいことかなと思いますが、端書きを読むとですね、当時大陸に進出してましたから、満州ではレンガを作る、そのための参考にしてほしいといった文献がいろいろありますから、ご興味がある皆さんは、まずは当時のレンガはどういうふうなものかということが文献的に分かります。で、次はですね、その文献に書いてあることと現場を照合するという作業をしています。で、それはサンプルとしては、大建築家、さっき三橋史郎さんの全4巻のものを紹介しました。これは海底造法大建築家ということで、大体その明治の三橋史郎さんのやつを踏襲してますけれども、時代下るんですが、同じようなものが出てます。著者は当時の大蔵省の永禅の人たちが揃う。で、第10節はレンガ壁という説ですけれども、それぞれこんな項目がいっぱい書いてある。で、これからお見せするのは、この赤字にしたところを、その書き組みと現場での観察という話。先ほど出た同じ写真ですが、大建築学には明治の厚さと書いてあって、通常煉瓦積みっては2部ないし3部止まりとし、セメントモルタルを使った。で、横目地は水平に白糸を張り、やり方立てて糸張るって、水糸を張るってことを言ってます。これ施工方法を書いてありますね。で、一般的に普通な時は2部五輪にして、2部五輪ってことはもう教科書に書いてあるんですね。それは先ほど言いました、レンガの高さ2寸との複合で4段9寸というにつながっています。レンガ癖あるいはレンガ積みっていう項目があって、最初はレンガ癖って何なのかよく分からなかったんですけれども、要するにですね、分厚いレンガ壁の場合でしかできません。1枚積みとか1枚半だとできないんですけれども、レンガを積み置き、内部は柔らかく練りたるモルタルを十分に敷き入れ、芋積みにならないレンガを十分押し付けて、これをいろいろ現場で見てみますと、例えばこんなレンガの壁の断面を観察します。要するにですね、このレンガ壁の、外側に来るやつを最初土手のように作っておいて、内側の、建築ができた後でもう見えなくなっちゃうようなところは積み残しておくんだと。で、そこにモルタルをこうまず先に入れるんですね。そして、例えばここなんかよくわかりますね。やや崩れんがをですね、そこに押し付けちゃって積むというようなことを煉瓦癖っていうのではないかというふうに推察しています。これは外国ではリッピング工法というのがあって、沈ませる工法と多分同じような話じゃないかというふうに思います。あれ水示しっていうのはですね、大事だとかでもね、震災に地震の時にこの水示しなるものをやらないと地震で壊れるというのがこの階段だと思いますが、これ何かというんですか、よくわかります。レンガ の積んで、次モルタルをその上に乗っけて、次のレンガを乗っけていくんですが、その時に下のレンガが乾いているとモルタルの水分を吸っちゃうんですね、レンガが。そうするとモルタルあるいはコンクリート、セメント系のものは水耕性の材料ですから、水がないと固まらないんです。したがって、モルタルを塗る前にですね、水湿し、もちろん水です。湿らすんですね、レンガの表面を。こうしないと、ドライアウトという現象が起こっちゃって、うまくモルタルが硬化しない。それは地震が来たら、そこのところが弱点になりますから、レンガ曲げの力を受ければ、もうひとたまりもなく壊れちゃいます。この写真は、新潟県中越沖地震の時のある工場であります。レンガの積み方という話が出てきます。これは大建築家でもレンガの積み方は芋目地にならず、芋目地って先ほど出ましたが、芋目地じゃダメですよと。芋目地じゃないのは破れ目地とか、うまく目地って言うんですけれども、そういうふうにするんだと。
で積み方の種類としては小口積み、長手積み、アメリカ積み、イギリス積み、フレミッシュ積みなどがあり、それを具体的に見ていきますと、これがいわゆる小口積みで、別名ドイツ積みといったりしますが、まあ、小口だけ見えているんですね。それからこれがアメリカ積み。アメリカ積みというのは京都だったら同志社大学に行くと何とか見れます。あの長手が複数が連続する場合ですね。世界から一曲がイギリス積み、これが通常フランス積みと呼んでますけれども、フレミッシュ積みというようなものですが、でちょっと引っ張ってきた資料なんですけれども、芋目地はダメで、破れ目地にするためにはですね、これは普通のレンガとすると、いわゆる薬物のレンガというのをいくつか用いないとなんともなりません。で、まあ、縦に半分に割ってみたり、横に割ってこの大きさにするんですね。で、特にこれなんか後でも出てきますが、職人業務で七号という言い方します。でまあ、七号の意味は、まあ、推察するに全体の 75% というんじゃないかしらと思いますけれども、こういうものを使っています。それからこれが反対 の小さいところは二号部という言い方します。 25% という意味じゃないかなと思います。でこれが芋目地。芋目地は原則禁止。なぜかというと、芋目地というのは要するに縦目地がまっすぐ通るというのを芋目地と言いますが、一点集中荷重がかかるとここでずるっと滑っちゃう。これはいけない。じゃあどうしたらいいかというので、破れ目地、馬踏み目地ということで、縦目地をこう階段上にギザギザとすれば、上から一点集中荷重がかかっても、動かせます。本当はしましょうかね。イギリス済みの典型的な例、コーナーですけれども、これがフランス済みですけれども、正式名称フレーム。どこが違うか、当然皆さんご存知だと思いますけど、上がフランス組、下がイギリス組。イギリス組から見ていくと、まず一つの層、コースを見ると、長手ばっかりが並んでいると。で、その下の小口を見ると、小口ばっかりが並んでいると。フランス組というのは一つの段の中で、長手、小口、長手、小口というふうになっているのがフランス組だと言われています。それぞれの積み方に、まあ、必要に応じて壁厚が、いろんな壁厚が構成できるということです。で、さっきちょっと触れました同志社大学にあるというアメリカ積みですけれども、小口が並んでて、長手が並んでるのは一見イギリス積みのようですが、ここで注意しなくちゃいけないのは、長手は連なるんですよね。小口があって長手があって小口ってなるのがですね、小口の下に長手が3段あるいは5段の場合積むんですけれども、これもアメリカ積みという言い方をします。非常に施工が簡便でスイスイ積めるからいいんですけれども、長手が3段並んでるとすると、ちょっと想像していただくと、長手の段の半丁紙の内側は芋目地が通っているということになります。アメリカ積みというぐらいですから、チャップリンのですね、モダンタイムズに後ろの壁がこの積み方だったというのを記録しています。ドイツ積み、これは小口積みで基本的には躯体ではなくて電話体的に入っています。これ非常に綺麗だということで、この後どんどん使われます。オランダ積みについてちょっとオランダ積みとは何か、ダッチボンドというんですけれども、日本建築学会の構造用教材では、今イギリス積みがこれで、オランダ積みがこれだって書いてあるんですね。よく見ると、一つの段に長手が並んで、小口が並んで、こっちはオランダ積み。同じですね。これ横から見たら、まるで一緒なんですが、違うのかっていうと、イギリス積みの場合は、ここのところに、いわゆる羊羹、さっき言った羊羹ってやつを突っ込んでる。だから、オランダ積みっていうのは、その角地のところで、羊羹ではなくて七号を使っている、この違いだっていうふうに日本建築学会の構造用教材は言っています。で、本当にそうかな。で、オランダ積みとは何かなんですが、日本でいうオランダ積み、さっき言いましたように角に七号を使う、これが欧米でいうオランダ積みということで、そこが違うか。これ横つながるところです。イギリスと同じようにですね、長手が並んで小口が並んで、
こっちも長手が並んで、小口が並んで、違いはどこかと言いますと、赤線がちょっと出てきましたけど、ちょっと小口コースを無視してみていただくと、長手の線が、まあ、ソロンですね。日本でいう、まあ、要するにイギリス済みと一緒です、ここに。ところが、欧米でいうところのオランダ済み、ダッチボンドは、半丁ずつずれます、長手だけを観察すると。そこが違います。これ確かにアムステルダムで撮ってる写真です。こういうのがやっぱりオランダだけにいっぱいありますね。あ、で実は昭和10年までは、日本でも撮れることをオランダ済みと呼んでいたと。昭和10年までは読んでた。ところが昭和10年からこういうふうになっちゃった。これは何かと言いますと、あ、これはだから昭和10年以前、明治の和洋改良検視局ですけれども、オランダ図に運動に書いてあって、さっきの長手だけ注文すると半丁ずつずれるということは丁寧に書いてある。で、それと合わせて、ついでのように角っちょに七号を使ってあるみたいなことも書いてあると思います。で、これは国内では実はあまり見かけない図解です。建築で行けばですね、愛知県稲山市の博物館明治村というところにあります十分の菅島灯台通貨の社、これはきれいにその欧米でいうところのバランスです。これは指定文化財じゃないんですけれども、この近くですね、加古川駅前に建っている、もともと日系の倉庫、3階建ての、今はカラオケ屋さんになってますけれども、これもきれいにオランダです。で、土木構造物ですが、石巻、三重県石巻にある重要文化財、石井公文という建物、公文ですね、土木構造物ありますが、これもきれいに、ご覧ください、長手だけ見ていただくと、半丁ずつずれながらする。ハンドールというオランダ人が技術指導したということなので、そことつながりだというふうに睨んでいます。さて、なぜ昭和10年かということなんですが、先ほど言いました、東大総長まで内田正造先生のですね、建築構造反論というのが岩波書店から昭和10年です。この本の中で、イギリス済みの変形と見るべきものにオランダ済みというのがありますと書いてあって、それは、さっきの長手が半丁ずれるということは一言も書いてなくて、七号を使うんだということに書いてある。したがってこの本以降、今日の日本建築学会の教材でも、それにオランダ済み定義が変わっちゃってであります。じゃあそのオランダ済みなんですが、当のオランダでは何をもってダッチボンドと呼んでるかっていうことを調べたんですけれども、とにかくもういろんなバリエーション、装飾的なバリエーション、これをオランダではオランダ済みでございますと言っているようです。ついでですけれども、キャロ製図の年へのって話ちょっとします。これはですね、よく見るとこれが報告書に現れた立面図ですが、このようにいわゆるフランス済み、フレミッシュ済みです。で、CAD で書くとですね、CAD は私も使わないんですが、多分パーツを一つ入れるとバッと綺麗に絶対書いてくれちゃうんだろうと思うんですね。で、こういう絵ができて、これが、学術報告書に実際載ってるんですけれども、よくよく見ると、確かにずっと長手小口、長手小口ってフレミッシュで来てるんですが、このセンターの部分、センターの部分って実は長手小口、長手小口っていうふうにですね、ちょっと寸法調整するんですね、現実では。ですから、安易にですね、フランス人だと思って、ちょっとでパッと書くのはいけないよということを言いたくて持ってきました。基本的にはですね、レンガの立面図を書くときは、横線、段数をきちんと書いていただきたいと思いますね。縦線を書かない方がいい。書いてこない間違ったものを残すよりは、書かない方がいいというふうに、私は読むことで主張しています。さて、現場観察に戻りますが、レンガ壁に鉄材応用の効能という話です。レンガって明治の原爆を壊すとですね、文化財は壊せませんけど、文化財じゃないやつを壊すと、中からもう乗る時ほど鉄材がゾロゾロ出てきます。で、レンガの横目地にこういうふうにフラットバー、帯鉄が入っている場合もあります。幅3インチですね、3インチ、厚さ2分ぐらいの帯鉄をすると、いうふうに書いてあるんですね。で、これは建物の中のアーチのところですけど、フラットバーが縦使いで、タイバーのように使われているという例文もありました。
一つの困りですね。こうして耐震性を付与しているということのようですが、ただよくよく考えると、この横目地にバントバーがあって、なんで耐震性がアップするのかというのは実はよくわからないんですが、これを実験しますとですね、まず効くのはこの角地を止めている縦の丸子、これが非常に面内線断力に効くということがわかりました。で一方ですね、このフラットバーは面外の曲げに非常に効くということが分かりました。それから、大検査は古壁に新壁を接合する方法ということで、古壁に歯型をつけて、こう増築炭ですね、増築炭するとよろしいということが書いてあるんですが、まあ、建築ではあまり見かけないんですけども、こんな実例があると。で土木ではトンネル等でたくさんあるらしいんですが、それはこの後、小野さんのお話で。だんだんややこしい話で時間が押してくれましたけれども、図面書き入れ寸法の考察という話です。明治36年の東京の王子というところに旧醸造試験所種類醸造工場という工具があります。これは先般重要文化財に指定されました。でここにはですね、関与財産処理というものがあって、この中に平面図が入っていました。これを司祭に調べた平面図も2種類あって、まあ、略平面図、それから詳細平面図、非常に凸凹の多い質のプランでして、それぞれの光面にこういう寸法が入っています。これ略平面図で見ると、この光面、56点いくつって、部のくらいまで書いてあるんですね。なるほど。近代建築でですね、非常に端数の多い寸法が出てくると、まず疑ってかかるのが、例えば外国人が設計した場合に、外人がメートル法とかですね、フィートで、設計すると、それを日本的に換算すると端数が出てくるということはよくありますが、この場合、日本人が設計してますから、どうしてこういう端数が出てくるのか、56.82 って書いてあります。それは何かというと、56尺8寸2分、2分って2分、1分っていうのは大体、3ミリですから、建築の寸法としては非常に細かすぎる。さらにですね、驚くべきことに、これ小サイズ見るとですね、ここのところに書いてある、20尺1寸9分7輪5毛っていう書きですよ。ゴモっていうのは何かって言ったら 0.15 ミリです。0.15 ミリというのは1ミリの7分の1なんですね。こういう寸法を図面に書かれても現場は困っちゃうわけですが、まあ、こういうものが入っている。これはなぜかっていうのを分析したのが次からです。これちょっとそこのところを拡大してたんですが、明らかに 20.1975 ってゴモの比べまで書き入れているのが明らかです。それで同じこの中にですね、壁厚もこういうふうに書いてあるんですね。壁厚が 2.7 とか 2.31 とか 1.92 とか、こういう数字があるんですね。でこれは何かっていうと、まあ、2尺7寸、2尺3分、2尺3寸1分、1尺9寸2分ということなんですが、先ほど冒頭でその東京型のレンガと目地幅っていう話をしました。長手を東京型ですから、7.5 として、縦目地幅を 0.3 する3分ということになると、壁厚寸法は実はこういう式が成り立つはずです。で、こういうふうに丸めておられるんですが、この時に N ラスの壁の枚数ということで、N に 3.5 を代入すると 2.5、あるいは 2.5 を代入すると1.92 ということになっていますから、この限り寸法で少なくとも壁厚の設計、は東京型レンガを用いて、竹目地幅を3部でやったということが分かります。で同じその浄土試験場の中では、木造の建物がありますから、それを見ますと木造の場合です、例えば53とか48とか36とか関数になっています。で しかもですね、この壁の大壁の芯で寸法を抑えているということがこれで分かります。したがってその5毛とかですね、部とかそういう細かいところを書くっていう意味は、
木造ではなくてレンガ造であるということに由来しているというふうに目がつけられます。これちょっとあの窒息の方法についてちょっとだけ触れます。あのレンガの建物があったらこのイギリス積みの場合ですけれども、長手と小口を測って縦方向も測って、でその寸法を、まあ、整理するということなんですが、ここでちょっと注目していただきたいのは、単位モジュール UH というのを名付けましたけれども、これの概念を使うという、これはあくまでもですね、あの当時の明治の時代にこういう概念があったということを言っているのではなくて、実測調査をする上での、まあ、私のツールということで、こういう考え方で現地でレンガ造の建物をあの調査すると、非常に面白いことが分かってくる、それだけのことなんですが、長手、つまり長手とそれから、モジュールですから、縦目地1本加えた長さの4分の1、あるいは小口、とそれから小口の縦目地幅1本を2で割ったする、これを単位モジュールというふうに、名付けます。勝手に名付けます。で、この説明してると時間がなくなりますが、一応建築学会の技術報告集というやつで、出してますから、まあ、詳細はそちら見ていただきたい。同じ醸造試験場の中で、他にレンガ造の建物、倉庫というのがあるんですけれども、これもやっぱり40尺1寸4か。ということで、部の位まで書いてある、レンガ造だから。しかも、寸法というか、新進ではなくて、外乗りで取っているというところが特徴的です。で、まあ、同じ正方形の部屋が2つ並んでいるというふうに考えられますが、これの2倍がこれにならないということなので、仮定としてですね、新進で取れば1対2対1になるんではないかというふうに仮定して、壁厚がじゃあ何寸、いくつの数字だったら収まるかというのを、立てた方程式はこれです。簡単な足し算とか掛け算しかないんですけれども。そうすると、X は 1.92 というふうに解けたということで、ともこの建物は、壁厚がさっき 1.92 というのがありましたよね。2枚半厚の壁ということが推定されます。で、UH の話を少し端折りましたけれども、長手レンガモジュールの4分の1が 0.195 であるというふうに考えられます。で、そうするとどういうふうに積んであったかということまでだんだん分かってきます。でこの建物はおそらく平面は、こういう積み方、それからつま面がまたそういう積み方だということが、この寸法、一見わけのわからない寸法から、レンガの積み方まで分かってくるということです。この建物はもう取り壊されて現物がないものですから確認できませんけれども、これだけのことが大変レンガモジュールの概念を持ってすれば分かってくる。さて、先ほどの5毛の数字がなぜ出てきたかというところを考察しています。でこれも仮定としてレンガの大きさが3、小口が 3.6 寸、そして縦の字幅が 0.3 寸、3ということにしますと、今ここのところの模式図がこうなっているんですね。それで、書き入れ寸法は実は一軸というところです。この面、直行する面の柱のところで押さえてあって、こう書いてあるんですが、この二軸、この軸を決めるのをどうやって決めていったかということを考察します。で、二軸の決め方はこの柱形のセンターとこの柱形のセンターの真ん中であろうというふうに考えると、この 1-1 という位置を決めてあげましたということで、このレンガモジュール、レンガ寸法、縦目地の過程から追っていきますと、ここで5問という数字が出てくるんですね。そしてこれを計算していくと、この1軸と2軸の間がこの数字、ここに入ります。だから1軸と2軸の寸法がこれに収まるということが分かってまいります。非常にややこしい話で恐縮ですが。次、これでいきます。標準設計の現場施工の構成という話です。高工法という言葉をよく書いてご説明したときに、どこまでが設計でどこまでが施工か分からないという話があるとして、それに関連します。
ましょうかね。同じ実は当時使用専売法で霊夢局っていう建物が日本全国作られてます。でそこにはレンガ像の文書庫っていうのが作られてます。それが一覧がこれで見づらいんですが、70いくつに日本で建てたというふうに言われてますが、私が現像を確認したのはこのマーカーがついた旧塔です。でこれは記録によってですね、建坪、あそこは竣工、気候竣工が分かっているというで、建坪がですね、ほとんどが 7.5 坪というか分かります。そこで今旧塔現像を確認したんですけれども、そのうち1棟、阿公というところですね、阿公というところにあるやつは2階建てだったんでちょっと比較しませんが、それ以外は平屋建てだったということです。で、建坪が 7.5 で、ただこの1つ博多のやつですね、博多のやつが10坪ということで、またちょっと大きさ違うんですが、それ以外の7つは、全く同じ寸法ですし、今日現地に確認行くとですね、屋根勾配であったり石の使い方、窓割りなんかがまるで一緒だと、窓に一応多少前後したりするんですけど、形とかがまるで一緒ということで、この7つを対象に、検討しました。要するに同じものが日本中にできてますから、いわゆる標準設計というのがあったはずなんですが、残念ながらその標準設計の図面とは今のところ発見できていませんけれども、残った現物からそういうことが推察できます。でこれがそれぞれ旧と西日本に偏っていますけれども、このところに現存してたり壊されたりしたものなんですが、だいたい明治38年から明治41年、明治の終わり頃に建てられたものです。ちょうどと言いますか、狙っていたんですけども、解体中の現場も行きまして、解体中ですからレンガが露出になるか分かる。でこれちょっと珍しいと思ったんですが、側壁で直行する壁で厚みを変えている2枚積み、1枚半積みということが分かる。直接確認できました。でその建物がじゃあどういうふうに2枚1枚半が積まれているかっていうのを、推定も含めてですけども表面の観察、それからこの建物がたまたま解体中だったんで明確になってきているんですけども、こういう姿だということが、それでですね、もう詳しくは説明しませんが、言いたいことは同じ形、同じ規模、同じ用途のこの文書庫というものを作るんですね。レンガの積み方がバラバラです。レンガの枚数もバラバラ、レンガの積み方も全然違う。だからここでまず考えられるのは、標準設計というその機能を満たすためのそのレンガで作るというようなこととか、それから 7.5 層とか、そういうことは設計で決められるんですが、それを現場で実現するためにどういうふうにレンガを調達するか、そしてそのレンガをどういうふうに積んでいくかということは、かなり現場で仕様を決めていたということが考えられます。同じように。で、ややこしいんですけれども、積み方が違うだけじゃなくて、レンガの大きさがバラバラなもんですから、同じ長さのレンガを積むのに、レンガの枚数が違うんですね。そういうこともよくよく観察したり、現物実測調査すると分かってきます。で、統一性がないです。同じものを作るのに現場でレンガを積むための統一性がない。で、統一性がある、共通事項としてはこの3つでした。1つは、桁焼きが3弦で、針間が2.5弦ですから、掛け算して新芯、で 7坪半ということは、これは共通です。それから厚さが1枚半と2枚で直行する、これを変えていく。偶角部に七号レンガを用いるということは基本です。ただ七号レンガも長手コースに使ったり小口コースに使ったり、極めて恣意的でありました。で、要するにどうしてこんなことが起こったかという考察をしなくちゃいけないんですけれども、基本的には経済性を求めたんじゃないかというふうに推察します。要するにですね、レンガの大きさ、明治30年代に、ね、5種類あるって話をかなり冒頭にしました。5種類どころじゃないですよね。もういっぱいいろんなレンガの大きさが使われてて、で地域でもバラバラです。千葉のレンガ工場屋さんが買ってって言いますか、どんどん作ったらしくて、それを
用いるために高校法側で現場の監督さんが工夫したというふうに考えます。要するに連覇の寸法を使用書で規定するとですね、その寸法しかダメだということになりますから、そうすると地元でその連覇が調達できないと、えらい運送費用がかかって外から持ってこないといけません。そんなことしなくて、連覇の寸法はもう地場で取れる、安いやつでいい。その代わりそれで同じ、大きさ規模のものを作るのには積み方で工夫をするということをやっていたのではないかというふうに説明しているようです。さて、書いてありますが、要するにですね、そういうことは非常に大変工夫です。設計者の工夫でもあるでしょうし、施工業者さんの工夫でもあるでしょうし、あるいは設計者側に立った、監督さんですね、工事管理する人の工夫があったと思います。でそういうのをですね、安易に連覇像を解体して壊すと、非常にその大事なところがなくなるんじゃないかというふうに私は思ってまして、そういうこともあって、そういった先人の、知恵工夫をですね、残すような保存活用の仕方が連覇像では大事じゃないかという指摘であります。ということでですね、具体の例としてしましては、このことがありました。これは茨城県の牛久市といって、私が住んでいる茨城県のつくば市ってことなんですが、その隣町なんですけれども、重要文化財のシャトー神谷旧津浄土寺、これが4年半前の311の震動で、被害を受けました。ご覧のようにゲールのところの根元がですね、どうでしょう、一寸弱はずれちゃった。おそらくあの震動に合わせて連外方向にロッキングを起こしたんだろうと思いますが、こんな状態になっちゃったということで、現場で文化財担当者の人と協議をして、現場担当の人はこの壊れたところからもう上を解体して積み直したいというふうに言ってきたんですが、先ほど来の私の考え、積み直したらもう大事なところがなくなっちゃうというふうに思ってましたものですから、これ裏から見たところなんですけど、木で仮設できちんと養生して吊り上げました。ここは大変だった、現場大変だったんですけれども、吊り上げて上げて、そして元の位置に戻したということで、要するに動かしたんですね。これによって、積み方が構成まで、残せたという事例があります。では、地震侵害と耐震対策という話を最後にして、おしまいします。レンガ像の建物、地震被害を受けます。でどんな被害があったかなんですが、これが同じ4年半前の311です。茨城県で崩れたんです。私の仕事している建築研究所という建物もですね、エキスパンションジョイントでバリバリ壊れました。で、土浦っていうのはつくば市の隣町、東隣の町ですね。明治時代、明治20年代、物産の集散所といいますか、非常に物流が帰ったところなんで、未だにですね、20年代、30年代のこういったレンガ像の建物が比較的狭い範囲にたくさん建ってました。で、これがですね、また高いんですけれども、平屋なんですが、なんか倉庫だったと思うんですが、これが地震直後の絵です。この面で、妻面ですね、妻面がこれで見ますと、完全に年代負けで落ちました。この辺ゴーゴーしてますけれども、そしてこの建物もダメだったんで、この小屋を外してバリバリ壊しているのがこれですから、これはだから地震で壊れはありません。地震直後はこの程度で、この要するにこのこれ直行壁ですから、この方向に地震が行ったと思いますが、この壁には面内の力がかかって、この抜けちゃった壁には面外の力が加わって、この壁になっちゃうということです。これも同じ、今の建物ともう半径30メートル以内に同じくらいですけれども、やっぱりこの三角のところが弱いですね、レンガっていうのは、落ちています。これなんかは珍しくフランス済み、クレミシュ済みだったんですけれども、残念ながらこのようになっちゃいます。これら全てですね、未指定の要するに文化財に位置づいてなかったものですから、さっさと壊されました。これも未指定だったんですけれども、これも今の建物から30メートルぐらいなんですが、市が買い取って、町おこしのための拠点だったという建物です。
立ち高いんですけど、これも平屋です。で、ここのところの詳細はこれですけど、それから、さらに打ちかかるところは、地震の力で、ワッと開いて、一寸が開いて、から前方にも、一寸強ですけども、せり上がっちゃって、こういうのがこれになります。で、これについては、どうするか協議したんですけれども、残せると、補強して残せるということになって、土橋が頑張って予算を取ったんだと思いますが、残しました。残し方としては、室内側に鉄骨でフレームを作って全体崩壊を抑えるということと、それからレンガに対しては、ステンレスピンを45度に仕込むという方法で、レンガのポップアウトを抑えるということをしました。ところが、なんせその重要文化財ではなかったので、文化庁の補助金がもらえるもんじゃないですから、さっきの牛久シャトーのようにですね、シャトー神みたいに大掛かりな直し方はできません。で、今どうなっているかというと、実はこの、クラックといいますか、障害が残ったままで、もちろん開いたところはもう一つ詰めましたけれども、基本的にはこの形で、今また直して、引き裂きとして進めています。まあ、こういった傷がついたということも、この建物にとっては歴史の一部だというふうな考え方でいます。さて、そういうふうにですね、傷んだレンガ像を直す、あるいは傷んでなくてもですね、修理をするときの基本的な考え方、これは必ずしもレンガ像に限らない一般の文化財の考え方ですが、文化庁が出している、十分の耐震しないところ指針というところで、いくつかこういうことがあります。まずは伝統的な補強方法を優先に検討するんだと。補強ですね、大した補強についてですけども、基本的な考え方。それから全体による変更は避けるということで、全特会みたいなことをやりましょう。一部だけでも残して、オリジナルのスペックを残していく。それから、不可物による補強ですね。何かバットルつけられて、さっき言いましたように鉄骨で補強する。まあ、本来と同一性質の材料による手法とする。ただし、まあ、新技術、新工法を拒否はしていないということです。それから、補強による違和感がない、そうじゃない。6番はむしろ逆の話のようなことですけれども、一方で補強の材料はですね、オリジナルのものとは異なることが認識できる。だから違和感が生じないように、かつ、オリジナルのところはレンガと識別できるようなものにしましょう。これはもちろんですね、今直した瞬間はみんなわかるんですが、50年100年後の人が見て平成の補強が、これ明治の頃のものじゃないかというふうに誤解されちゃうと思いますから、そこのところをきちんと修復するということです。7番がですね、将来となる修理の容易性と、今回の不可物の除去更新可能なことということで、可逆性という言葉があります。これは文化財の修理で今最近非常に大事な概念です。可逆性。要するにですね、この平成の時代の、一番考え抜いた補強をするんですけれども、将来ですね、30年後、50年後、もっと耐震工学が発展したり、補強の技術が発展したときに、この平成の補強を一遍取っ払って、補強前の状態に直すことが、戻すことができる。それを可逆性ということで、そして将来、の技術に、委ねるということですね。あと8番、9番、あったらいいのかなと。耐震対策事例をいくつか見ていただきます。これは20何年前、阪神・淡路大震災で被害を受けた、神戸居留地15番館という建物です。地震直後、ここに建てたんですけれども、べったりもう潰れて、どう見ても全壊です。ところが、その辺に火が出なかった。火が出なかったら木造建築は建て直されるということです。で、この時初めて、いわゆる免震という技術で修復しました。アイソレーターですが、4箇所、4隅だけにつけたんですけれども、これが重要文化財で免震技術を使った初めての例ということになります。で、下が、これが治った今日の姿ですね。で、地震を受ける時はですね、これ、もちろん旧居留地ですから、この時は中華料理屋さんやってました。
中華料理屋さんやってましたけれども、地震が起きた時間帯がご存じのように夜明けで、まだ開店しなくて人がいなくて、非常にあの時間帯に救われたものがあったと思うんですが、ここでもそうでした。そして今度名刺でこういう配信、今度は開始されてから今はですね、洋食屋さんなんです。林ライスですね、得意とする洋食屋さんですが、免震ですから地震が発生した時、どうしてもその地面と建物の相対変異を吸収するクリアランスがいるんですが、よく見ると玄関のところですが、ちょっと隙間が空いてますので、地震が来たらこのところで結局動くということを仕掛けになります。それからこれがですね、北海道小樽に建てます旧手宮機関庫という、レンガ像の、重要文化財です。でこれも耐震補強ということで、これとおそらく私が先ほどご紹介あった文化庁に在籍した時の最後の仕事だったんですが、実はこういった鉄骨を内側に立てて補強しました。非常にこれ工夫しました。なんか鉄骨がその丸みのところに出るので補強材をですね、ちょっとでもスレンダーに見せようとかですね、継ぎ手のところもちょっと特殊工法を使って、ちょっと分かりませんけれども、きれいに見せようとかですね、色もですね、色にして艶消しにしていろいろ工夫したんですが、これ今公開施設ですからお客さん見てるんですけれども、小樽の担当の人に聞くと、お客さん説明しないとこれがあること全然気が付いてくれないって言われまして、それはそれでありがたいことなんですけれども、工夫した甲斐があったんだろうというふうに理解していますが、こういうことをやってます。この建物後ろにありますようにですね、蒸気機関車で SL が展示施設ですから、想像するにやっぱりこの蒸気機関車は固定ですから、黒い、こういった補強材がちょっと光って明るく見えますけど、本当はもっと黒いですね。非常にその展示物親和性があったんじゃないかなというふうに思います。さて、外側からレンガ像を耐震補強するっていうのは実は丸見えですから問題ないとされてましたが、この右側の写真、これ有名な事例ですからご存知かもしれませんが、山形の県会議事堂という重要文化財ですが、いろいろ経緯があって、インテリアが大事だからというので内部から補強できない、じゃあということで外からいわゆるマットレスをつけて、両サイド最短所ですが、外から平成元年2年頃の仕事です。でこれは実はつい最近私どもがやった仕事ですが、これよ、裏側ですが、どうしてもこの外側からマットレスで補強するということに、でこういうことにしましたが、この時に一生懸命考えたことは、どうか書いたのに補強材のデザイン性を追求するということを考えました。これまでは構造的に力が取れればいいやということで、骨内置構造を使ってみたりとかということがあったんですが、特にこういうふうに外に出てきますと、やはりこれが見られる対象になりますから、ここでは丸カンを使ってみたりとかですね、接合部を少しデザインしてみたりとか、いろいろ賛否両論から不満も残るところありますけれども、今後にもつながりますから、補強材のデザインということをこれからは考える必要があるというふうに思っています。さて、これ富岡製糸場です。こういう実験をやって揺らしてみてですね、効果があったっていうね、補強しました。でここで言いたいのはですね、経過的な補強ということを説明したいと思います。先ほど来の鉄骨を使ったりしたものは、例えば耐震の基準としてはですね、建築基準法というのに基準があるわけですが、その文化財ですと、その建築基準法の第3条で除外するとは書いてあります。だから必ずしも建築基準法にのっとる必要は全くないんですが、でも物理的にやってくる地震に対してどう耐えるかというときに、やっぱり参照になるのが建築基準法の耐震基準です。それに対して先ほど来のシャトカゲとかその他の補強のやり方は、建築基準法が求める耐震を満たしているという状況です。それをですね、例えば 1.0 の補強、例えば現状耐震診断したときに、それが、求められるものに対して 0.6 でした、 0.6 でしたというものを、ああいう補強負荷物を作ることによって 0.6 から 1.0 に持ち上げるという例ですが、ここはそうじゃないんですね。
ここは実はですね、非常に耐震性が悪い、概念的な話ですから、ちょっと数字は一人歩きしては困りますが、例えばですけれども、現状が建築基準法の求める 0.4 だとします。0.4 から0.4 を 1.0 に持ち上げると大変な作業になります。文化財の文化財的価値をものすごく痛めないと補強できないというようなことなんですが、0.4 を 0.7 にまで引き上げれば、それはそれなりに意味があるんじゃないかという発想です。で、それを経過的に補強ということで、もちろん将来的には 1.0 の耐震性能を持たせる必要がありますけれども、それは今できないとすると将来に委ねるという形にしながら、今回は 0.4 から 0.7 になるだけでもよしとしようということで、具体的にこうどうしたかというと、いくつか項目ありますけれども、この木骨レンガの頭のレンガがちょっと下がってましたから、この実験でその下がったところを開けたままと埋めたところでは随分やっぱり、性能が向上しましたから、ちょうどこの緑色に塗ったところなんですけれども、ここの、壁長部の厚さを埋めると、モルタルを埋めるという技術で、経過的補強をやったという例です。はい、建築研究所ではいろんな重要文化財の修理とか調査の技術支援をしていますが、毎年いくつかどんどん案件が変わってきますけれども、今年度、平成27年度担当しているレンガ像の重要文化財としては、このような案件が今のところ、担当しているところであります。ご清聴ありがとうございました。以上です。では皆さんこんにちは、放送技術研究所の野田と申します。私はちょっと冒頭に田原さんからご紹介ありましたけれども、土木の実は人間でございまして、建築の方はあまり専門というわけではないんですけれども、土木の分野でですね、やはりレンガの構造物というのはたくさんありますので、今日はその土木分野、私は鉄道 の研究所に勤めてますので、特に土木の中でも鉄道のですね、構造物に、レンガ構造物としてどんなものがあってですね、どんなことをやってるかといったようなことをですね、皆さんにご紹介したいというふうに考えております。で、この1枚目にある写真ですけれども、これは東京のですね、東京駅からですね、大体浜松町の駅のあたりですね、こういう赤レンガの高架橋があります。でこれは東京駅を作るときにですね、そのちょっと前の明治43年に完成しますけれども、こういうレンガアーチのですね、高架橋を作ってですね、昔はこう外堀があったんですけれども、今は新幹線と高速道路が走っています。でこういった赤レンガのですね、高架橋を作るんですけれども、それがですね、もう100年以上、経つんですけれども、今もですね、ご覧になって分かるように、昔は蒸気機関車が走ってましたけれども、今は京浜東北線とか山手線のですね、電車がですね、今でもこの高架橋を走っているということで、現在もですね、現役でですね、こういったレンガの構造物を、使い続けているというのが現状です。で、鉄道でですね、レンガを使い始めたのはですね、鉄道の開業とほぼ同じ頃です。で、日本で最初の鉄道は明治5年、1872年にですね、新橋と横浜の間で開業しましたけれども、この時はですね、レンガの製造はまだしていませんでした。で、とりあえず石材とですね、石とそれから、木材ですね、木を使ってですね、構造物を作って、鉄道を開業したのが1872年です。で、レンガを最初に使ったのはその後開業したですね、明治7年に開業した大阪と神戸の間の鉄道、今の東海道本線ですけれども、ここでですね、初めて堺に直営のレンガ工場を作ってですね、そこから海で海路でですね、反対側の神戸の方に持って行って、レンガのトンネルとかですね、橋梁の、を作ったというのが、この最初が大阪神戸間の明治7年ということになります。で、その時はまだレンガの製造工場日本にはなかったもんですから、とにかく鉄道の直営のですね、レンガ工場を、瓦職人を呼んでですね、イギリス人が指導して焼き始めるというのが堺のこのレンガ工場ということになります。で、そのうちにですね、
まあ、日本レンガとかですね、まあ、そういったあの大阪洋芸とかですね、そういったあの民間の製造工場ができて、そういうところからあのレンガを、買ってですね、それを使うという体制へと移行していきます。で、これは明治7年にですね、鉄道が、大阪神戸間の鉄道が開業した時に作られたレンガ構造物の今の事例ということになります。で、大阪神戸間はですね、ちょうど六甲山の麓にですね、天井川が発達してまして、その天井川をくぐる、まあこれはまだあの鉄道のレールが敷いてありませんけれども、これの上が天井川ですね。これ石屋川ですけれども、石屋川の天井川があって、その下を、まあ、トンネルがくぐるといったようなことで、こういったレンガの、トンネルが、できます。これがあの当時の図面ですね。ご覧になって分かるように、これがレンガで巻いてあります。で、その外にですね、粘土、コンクリートとそれから粘土を巻いてですね、まあ、防水をするといったような構造で、できます。で、日本にはですね、鉄道の技術なかったものですから、当時はイギリス人のですね、鉄道技師を呼んでですね、その指導を受けながら、まあ、こういったレンガ構造物を作っていくということになります。で、これはその石屋川トンネルを解体した時の写真で、これ大正11年にあの線路をですね、北陸線にするんで、古いトンネルを撤去してですね、新しい汚染水路橋に架け替えているところの写真ですけれども、これが解体している、まあ、石屋川トンネルということで、ご覧になって分かるようにですね、側壁の一部はこう石材でできています。で、このアーチの部分はレンガですね、といったような構造になっています。で、現地へ行くとですね、こんなあの今日が当たっています、あの石屋川隧道跡地の人というのがあってですね、これだけが当たっています。もうトンネル自体は残っていません。で、その後ですね、明治13年に京都から今度は大津に行くですね、鉄道を作るんですけれども、その前にあの大阪から京都へ行く鉄道を作って、その後ですね、京都から大津へ行く、まあ、鉄道を作りますけれども、明治13年にですね、この大阪山トンネル、これ大津と京都のちょうど間のあたりに今でも残っております。まあ、現存する日本で最古の、まあ、鉄道トンネルということになりますけれども、もうあの実はもう線路はもう通っていなくてですね、トンネルだけは残っているという状態になっています。で、ご覧になって分かるように、あの、この肛門の部分ですね、これはあの石材でできております。で、トンネルの中もですね、この側壁と言われているこの横の部分はあの石でできてますけれども、このアーチのところはレンガを使っています。中はこんな感じですね。肛門のところはですね、石なんですけど、奥の方行くとこう全部レンガですね。側壁もレンガ。で、レンガの積み方もですね、まあ、先ほどあの長谷川さんの話でですね、いろいろレンガの積み方の話出てきましたけれども、トンネルの場合はですね、この側壁をですね、イギリス積みで、このアーチはですね、イギリス積みで積むとですね、積みにくいものですから、まあ、長手積みという積み方で積んでいきます。で、トンネルのこの横のこの側壁のあたりをですね、よく見るとですね、途中であのレンガの積み方が変わっていきます。この下のところはですね、イギリス積みなんですけれども、多分このあたりですね、で、長手積みに変わっていきます。それからあの石材と、まあ、あのまだコンクリートが発達しない時代はですね、基本的に石材かレンガを、使っていました。で、全国でですね、その石材の構造物とレンガの構造物どんなふうに分布しているかということを鉄道に関してこう調べるとですね、ちょっと見にくいですけれども、日本地図にプロットするとこんな感じになります。で、黒い丸印がですね、石材を使っているところ、白い丸印がレンガということになりますけれども、まあ、大阪とかあの関東平野ですね、こういった平野部ではですね、あのレンガ、それから石狩平野ですね、こういった平野部ではですね、石材があの遠くから運ばなければいけないんで、まあ、そういうところはあのレンガを優先的に使います。で、こういう山岳部ですね、まあ、例えば中央本線とかですね、それからあの石材花崗岩がたくさん取れるですね、例えば瀬戸内海の沿岸、広島のあたりとかですね、まあ、こういったところはあのレンガをですね、遠くから運ぶよりはあの近くの石材が使えるということで、石造構造物が発達いたします。まあ、あのいろいろこう混じるわけですけれども、基本的に、まあ、そういった大雑把な分け方ができるということになります。で、レンガの構造物いろいろあるんですけれども、これはあの橋台ですね、橋のこの上に桁が乗ってたんですけれども、これはもう廃線になって、橋台だけが残っているという状況で、これは大阪の、
淀川のですね、大阪環状線の、あのレンガの橋台です。今の環状線はここを走ってますけれども、その脇にですね、こういうレンガの橋台が残っています。で、これ実はですね、2つ、まあ、後に伏線化するんでですね、2つ橋台がありますけれども、片方がフランス済み、片方がイギリス済みというちょっと変わった、橋台になっています。これがそのパターンですね。こちらがイギリス済み、こちらがフランス済み、まあ、フランダス済みというのが正確ですけれども、という積み方でですね、内側線と外側線でですね、違う積み方をしているという例です。これはあの先ほど紹介ありましたけれども、小樽の手土産観光ですね。でここはあのフランス済みのレンガで作ったということで、まあ、有名なところです。それからこれも先ほどあの紹介ありましたけれども、旭川のですね、昔の旭川工場の建物の保存した例ですね。これ今のコミュニティセンターで活用してますけれども、そこにこういう下駄っ端のですね、こういうレンガの模様が残っています。それからレンガもですね、まあ、珍しいフランス文を使っているというのがまあ特徴です。それから、九州にもですね、フランス積みレンガの建物がありまして、これは昔の九州鉄道という鉄道会社の本社で建てた建物で、今あの九州のですね、鉄道、博物館に、中はなっていますけれども、記念館ですね、あそこは、なっていますけれども、その建物がですね、今でも残ってまして、これはあの実はフランス積みレンガで、まあ、できている、ちょっと珍しい建物になっています。で、鉄道でですね、こういったフランス積みレンガを使った、構造物っていうのをですね、地図上にプロットするとですね、まあ、大体北九州のこの辺り、それから関西の、大阪、それから関西本線の沿線ですね、この辺り、関東地方はちょっと少ないですね。というところ、それから北海道ですね、先ほどの手宮と、それから旭川工場、まあ、こういったところにですね、フランス積みレンガの構造物がまあ分布しているということが分かって、まあ、基本はイギリス積みなんですけれども、土木の分野でも、フランス積みという特殊なですね、まあ、積み方をした構造物がまあいくつかあるということが分かってまいりました。で、土木構造物でですね、こういう積み方をどんなふうに使い分けてたかというとですね、これもまあ、実際にある構造物で調べた結果ですので、まあ、実際にですね、こういった考え方でやったということではないんですけれども、まあ、基本的にですね、道具の構造物は、まあ、トンネル、それからレンガのアーチ橋、それから橋台とか橋脚という橋梁の下部構造、それからホームのプラットフォームですね、それから、線路のこの脇のですね、とどめ壁、こんなものに、まあ、レンガを使うわけですけれども、まあ、基本はですね、イギリス積みを使うわけですけれども、先ほど、説明したように一部ではですね、フランス積みを使うということになりますし、それからアーチの部分ですね、トンネルとか、それからアーチ橋のアーチの部分はですね、こういったイギリス積みとかフランス積みが使いにくいということもあって、この長手積みを使いますということが、まあ、全体の傾向として分かりました。それから、ちょっと変わったですね、レンガの積み方ということで、まあ、ご紹介しますけど、これはねじりという技法です。で、後で説明しますけれども、こういったレンガのアーチ橋、まあ、アーチ橋というよりは、まあ、暗渠とかですね、カルバートに近い構造物ですけれども、まあ、こういったのが結構ですね、この辺でも東海道本線の沿線とかにですね、結構まだ残っています。で、基本的にはですね、このアーチのレンガをですね、まっすぐに積むんですけれども、ごくまれにですね、こういったねじって積んだですね、レンガのアーチ橋というのが存在します。これは延明寺華道橋という、これは山崎の近くですね。この辺りにあります。幅が 1.2 メーターぐらいしかありません。ここ、まあ今でもこれ一歩売れます。行くとですね、鏡ながらみんなここを通ってます。それから京都にはですね、南禅寺の琵琶湖疏水ですね。そこにこのねじり万宝があります。でこれも上をですね、インクラインが走ってたので、まあ、鉄道構造物の一種というふうに言えるかと思いますけれども、蹴上げのですね、地下鉄の駅をちょっと出たところですかね、そのあたりにこの、ねじりマンポがありますけれども、こんな形でですね、アーチのところをこうねじってレンガを積んでいます。
これはですね、茨城の近くにある門の前可動橋という道路橋です。この上が東海道本線の線路です。でここもですね、ここはかなり大きいんですけれども、こういうふうにレンガをですね、ねじって積んでいて、これが側壁、これがアーチの部分ですけれども、まあ、アーチのレンガが斜めになっていると。で斜めの角度に合わせて、石をわざわざですね、その角度に合わせてこう切ってですね、せり持ちの石にしていると、せり台にしているという構造になっています。これは九州にある欅坂公橋という橋梁です。橋梁という橋梁です。で上がですね、これ日谷国産線という小倉からずっと南の方へ行くですね、ローカル線なんですけれども、その下をくくっている、まあ、道路橋ということになります。でこれもですね、この中がレンガがねじって積んであってですね、先ほどの門の前と同じようにこう切り石をですね、斜めに切って、で斜めに積んでいると。でよく見るとですね、このせり持ちのところですね、一番手前はこう3枚目4枚目は辛い位置なんですけれども、ここだけですね、角度をつけているという、まあ、ちょっと特殊な積み方でできています。それからこれはですね、草津ですね、大津のちょっと先ですけど、滋賀県ですけれども、草津にある狼川トンネルというトンネルで、これ上は天井川です。で今の東海道本線、この上を走ってますけれども、昔はこの下を、天井川の下をくぐってまして、そこにこういうトンネルがありました。でここもですね、ちょっとこの写真では分かりにくいですけれども、反対側行くとですね、こんな感じでレンガがねじって積んであります。これが斜めに置く。それからこのせり持ちのところもですね、こう、辛い位置じゃなくてこうギザギザのまんまですね、仕上げているという状況が分かるかと思います。で、こういったですね、ねじりまんぽ、まあ、釈迦橋というふうに昔は呼んでたようですけれども、斜めにかける、今日はアーチという意味ですね、という意味ですけれども、これがですね、まあ、全国の鉄道で分布しているのがですね、だいたい北九州地方、それから関西地方が一番多いですね。で関東の方はあまりなくてですね、一番北県はこの新潟にあるねじりまんぽです。薄い峠にも、2つほどありましたが、これは現在はありませんということで、まあ、全国的にですね、あちこちにまあ分布していたけれども、そんなにたくさんは使っていなかったということが言えるかと思います。で、なんでこんなふうにねじって積んだかというのがですね、これはイギリスのやはりその釈迦橋のテクニックをですね、紹介した教科書に登場いたします。で、要はですね、まあ、もう察しがついた方もいらっしゃるかと思いますけれども、この上を線路が走るときにアーチ橋を斜めにですね、建設するというようなところで、このねじりまんぽを使います。でどういうことかというとですね、この線路に対してこう斜めに道路が交差すると、あるいは水路が交差するという場所ではですね、まっすぐレンガを積んでしまうと、こう、レンガのせり持つ力をですね、受けるところがなくなってしまうんですね。ですからこう斜めに交差する角度に合わせてレンガも、斜め方向に積んでやらないと、レンガのせり持つ力が全体に伝達されないというようなことでですね、その交差角に合わせてこのレンガに角度をつけて積んでいくと。でそれが結果的にねじって積んだようなですね、なんか おかしなですね、形にできてしまうんですけれども、まあ力学的にそういった合理的なですね、構造としてこのねじりバンクというのが使われたということになります。でもともとはイギリスの、まあ技術だったようですけれども、それがまあ鉄道の技術とともに日本にですね、伝わってですね、あちこちにねじりバンクが登場するということになります。これが展開図ですね。まあこのねじりまんぽを展開するとですね、こんな形になってですね、要するにこの斜めに交差する角度に合わせて単にこう平行にですね、それにその角度に平行にレンガを積んでいくと、結果的にそれがまあねじって積んだようなですね、形になるということになるわけです。で、まあ日本語では釈迦橋というふうに、この斜めにかけるアーチですね、こういうふうに当時は訳してたようですけれども、英語ではスキューアーチ、あるいはオブリークアーチというふうに呼んでおりました。これが、まあ、ねじりまんぽができる条件ですね。で通常のアーチ橋というのはこう線路に対してですね、こう直角に大体こうアーチ橋を作るんですけれども、そうするとまあ、真っすぐ点がつくのがいいんですけれども、
こういうふうに斜めにですね、横断するというときはですね、斜めにレンガを積むか、レンガはまっすぐに積むけれども、この口ですね、この部分ですね、これをこう線路に対して斜めに今度はつけるかと、どっちかを選択することになります。で、ネジマップはこちらの条件、まあ、線路に平行にですね、この口を作ると、中はねじって積まなきゃいけないということになるわけです。それからですね、もう一つ土木でですね、非常に特徴的な技法ということで、下駄っぱのレンガ、まあ、これは建築でも先ほど旭川工場でちょっと紹介ありましたけれども、建築でも使う技法なんですけれども、下駄っぱですね。で、これは平成筑豊鉄道という九州の北九州のですね、三反町を結んでいるローカル線なんですけれども、そこのこういうレンガ構造、これは 石積みですけれども、レンガ石積み構造物にですね、この下駄っぱの構造が見られます。で、これは下駄っぱでない方の側ですね。で、これ、この線路の反対側へ行くとですね、こんな感じでですね、レンガをこう下駄場に積むわけですね、わざわざ。こう出てるところと引っ込んでるところ、これが交互に現れる。で、こんな変なパターンが生まれます。で、よく見るとですね、これ橋脚の部分はこれ石造、石でできてます。石もですね、ここに凸凹がついています。で、この上をですね、列車が今に走っていると。で、反対側はこういうふうに普通にですね、石材を積んで増し上げているということで、これがですね、まあ、この平成筑豊鉄道の路線にですね、たくさん見られます。これは別 の, 平成筑豊鉄道の橋梁ですけれども、やはり片側だけにこういう下駄っぱ模様がついています。ここは橋脚はレンガなんで、下もレンガで、レンガにも下駄っぱがついているということになります。拡大するとこんな感じですね。ここは普通の積み方ですけど、パラペットは普通の積み方になってますけれども、この下の部分ですね、ここは下駄っぱに載ってます。これはアーチ橋ではなくて橋台ですね。これが橋桁になりますけれども、ここもですね、片側は辛い位置だけど片方にこういう下駄っぱの模様があります。それから石造の構造物もですね、同じように、片方は辛い位置で、片方はですね、こう下駄っぱでデコボコ仕上げているということで、これもですね、この下駄っぱの分布をですね、プロットすると、大体なんとなくですね、その理由が分かってくるわけです。これは平成筑豊鉄道の行く橋からですね、田川井田、後藤寺の方に、まあ、線路がこうつながっていくわけですけれども、下駄っぱの方向をですね、これ線路にプロットしていくと、大体ですね、行く橋を背にして左側の線路に下駄っぱがあるということが分かります。まあ、一部は例外ありますけれども、基本的にですね、左側にこの下駄っぱがあると。で、もう一つはですね、この平成筑豊鉄道、今単線なんですけれども、当時の文書を見るとですね、これは将来複線にするようにこの線路を作っています。ということで、これは九州鉄道という別の鉄道会社、まあ、北九州にこれ保存されているんですけども、のレンガアーチ橋なんですけど、これも下駄っぱがあるんですね。で、九州はですね、まあ、最初はとりあえず単線で開業して将来複線にしようというような計画があちこちの線区であってですね、まあ、とりあえずこの取り合いの部分ですね、いわゆる複線化するときの、将来こちら側にですね、複線化したときにこの下駄場を利用して次の複線のもう一つの線路をですね、ここに作られるように、あらかじめこういう仕上げをしておいたということなんですけども、結果的にですね、単線で終わってしまったんで、この下駄場だけが残って、まあ、下駄場の構造物ということで、まあ、今に伝わるということになります。まあ、そういったことで、この下駄場の構造物も最初の頃はですね、デザインでこういう模様をつけたんじゃないかとかですね、いろんな説ありましたけれども、いろいろとこう推理するとですね、やはり複線化というそういう実用化の目的のためにですね、この下駄場をですね、作ったということが分かります。これは九州鉄道というですね、小倉のあたりを走ってた鉄道の廃線跡なんですけれども、ここに下駄場がありますね。これは構造物としてはかなり大きいんでですね、下駄場を全部に設けずに、ここだけに設けたということで、拡大するとこんな感じです。で、
いろいろと土木の鉄道の土木構造物の煉瓦構造物を紹介しましたけれども、土木分野のですね、こういった近代化遺産の取り組みっていうのはですね、ちょっと建築よりも遅れてスタートしましてですね、まず土木の歴史そのものが、カリキュラムにないということもあってですね、土木技術者自体もですね、そういった歴史にはですね、あまり関心がなかったということがあります。で、昭和48年にですね、その土木史研究委員会という委員会が発足してですね、土木ももう、この時点ではまだ100年経ってませんけれども、土木学会できてですね、だいぶ経ったんでですね、そろそろ土木の歴史というものをまとめる委員会を作らなければいけないねということでですね、昭和48年頃から、そういった動きがあって研究委員会が立ち上がります。で、最初の頃は研究発表とかですね、いろいろやるわけですけれども、平成になってからですね、やはりそういう古いですね、土木構造物、この時すでにですね、もう建築分野では近代建築の調査が終わってた時期になりますけれども、土木でも同じようにですね、近代土木遺産をですね、調査しなきゃいかんという話になってですね、全国調査が開始されるということになります。これは平成3年にまず中部5県で始まって、それが全国規模でスタートするということになります。で、その成果の一つというわけでもないんですけれども、文化庁の方でもですね、そういった近代のですね、土木遺産をですね、文化財として指定するといったようなことでですね、それと連動するような形で平成5年にですね、碓氷峠の鉄道施設が、これ富士倉水源地は鉄道ではないんですけども、この2点がですね、重要文化財指定され、近代化遺産として指定されてですね、それから徐々にですね、土木遺産のですね、文化財指定が拡大しているということになります。それから平成12年にはですね、戦勝土木遺産という制度をですね、土木学科の中に設けてですね、その中でそういった調査の中でですね、近代土木遺産、重要な構造物2000とかですね、2800とかそういったものをですね、出版して、その成果を公表するということをしています。これは最初に出た2000選という全国のですね、2000件の土木構造物 の、調査をやった記録になります。これに今ネットで公開されてますので、土木学会 の、 ホームページにアクセスするとですね、この近代土木遺産のですね、今2800のデータが確か公表されていると思いますけれども、これを見ることができます。都道府県別、それから構造物別に検索することができます。で、そういった調査を経てですね、保存活用ということになるわけですけれども、ただやはり、建築に比べるとですね、土木の構造物っていうのは後でちょっと説明しますけれども、あまりその一般受けしないというかですね、もうちょっと専門性が高いものですから、建物だと例えば東京駅なんていうのは誰が見ても素晴らしい建物だねと、これは古くて立派だねということは100人のうち、ほとんどの人はですね、そういう意見だと思うんですけれども、土木の場合はですね、やはりトンネルとか古い橋だとか跡地を見せてもですね、なかなかそういう共感が得にくいということがあってですね、なかなかその保存活用というところがですね、今一つですね、建築ほどですね、まだ広まっていません。ただとは言ってもですね、やはり土木の遺産をですね、保存活用しようとする動きはやはり重要文化財とか、そういった登録有形文化財ということで登録されるとですね、やはりそういったものを活用したいということでですね、そういった動きも、最近出てきて、まず先ほど紹介した一番最初に重要文化財となったこの碓氷峠の鉄道施設、こういったものも現在保存活用されています。それ以外にもですね、中央本線の大日陰トンネルとかですね、それから東京都内ですけど万世橋の高架橋とかですね、それからこれもトンネルですけど篠ノ井線の廃線跡とかで、これは業務施設ですけど近鉄の生駒トンネルとかですね、こういったものが、主に遊歩道ですね、あとは、万世橋は商業施設ですけど、そういったものに、利用されているということになります。それから、現在もですね、保存施行中あるいは計画中の、鉄道遺産としては、これは岐阜県と愛知県のちょうど境目ですね、春日井市と立見市にまたがりますけれども、
中央本線のですね、廃線になったトンネル部分を整備しようという動きがありますし、それから西鉄のオリオの高架橋、これがやはり廃止になってですね、整備したいということで、こういった動きもあります。それから、ただこういったところはですね、地元に NPO を立ち上げたりとかですね、あるいは地元の自治体がいろいろ協力してですね、保存活用が図られているんですけれども、中にはですね、というか、ほとんどのですね、構造物はまだ放置状態ということで、この辺りをちょっと今から紹介したいと思います。で、これはまず水峠の鉄道施設ですね。で、ここは遊歩道として整備いたしました。これが昔の鉄道時期ですね。で、ここにトンネルがありますけれども、遊歩道とトンネル。で、昔はここ線路ありましたけれども、線路敷きっぱなしではですね、線路自体もですね、もうこの廃止時点ではですね、撤去してしまったので、文化財指定をした段階ではもう線路はなかったんですけれども、ただバラストがこう引かれたまんまだったのでですね、ちょっと歩きにくいということで、遊歩道にするときにですね、ここを舗装してですね、簡易舗装をして、歩きやすいように整備しています。これはトンネルの内部ですね、水道の。こんな感じですね、昔のまんまレンガとそれから石積み のトンネル、それから、これが遊歩道の部分ですね、簡易コンクリートで、まとめた部分です。これはトンネルの途中に横穴が開いているところがありまして、その部分、これが縦穴ですね、蒸気機関車の煙抜きですね、そういったところがあります。で、トンネルはですね、基本的には健全だったんですけど、やはり一部で漏水とかですね、それからこのレンガの剥離とか、そういったことがあったんでですね、そういったところをちょっと補強したというのがこの区間になります。で、文化財ですから、こう外ったりとかですね、そういうことはできないんで、とりあえずこの H 鋼でですね、内巻きをしてですね、このアーチのところがやはりそのバサッとくるのがですね、やはり怖いということもあってですね、アーチのところは吹き付けモルタルでですね、固めてですね、とりあえず補修したというのがこの区間になります。それから照明ですね、トンネルの中暗いんでですね、遊歩道にするとですね、短いトンネルは照明なくてもですね、歩けるんですけれども、やはり長いトンネルはですね、照明がないと遊歩道として活用できないということで、この横にですね、照明をくっつけています。普通は上につけるんですけれども、これは実は薄い峠はですね、サードレールっていう昔第三機場を使ってですね、電気を取ってたというレールがこの辺りにあったんですけど、それをイメージして、照明装置もその位置につけたというのが照明装置になります。それからですね、これがトンネルで、これが遊歩道になりますけれども、これはアーチ橋のですね、高欄の部分になります。で、今の基準でいくとですね、この高欄の高さというのは 1.2 メーターを確保しなきゃいけないというようなことになっているようでして、それに対してですね、薄いのレンガのアーチ橋の高欄はですね、非常に低い位置に高欄があって、上から覗いてですね、起こったりすると大変だと。なことでですね、こういったステンレス製のですね、高欄を新しくつけてます。で、これもこの構造物に直接直付けするわけにはいかないんでですね、少しセットバックした位置にですね、この高欄をつけてですね、大体こう下から見上げたときにこの高欄が目立たないようにというようなことで、ステンレスのですね、こういった手すりをつけております。これ下から見たときですね、これが地表ですけれども、ここに高欄の手すりが、よく見ると見えてしまうんですけれども、目立たない格好でつけたということになります。これは有名な臼井の第三橋、一番大きなアーチ橋ですね。で、ここも高欄に手すりがついています。で、今はもう遊歩道として一般にも開放してますんで、東京からも日帰りできるということで、もう休みになるととにかく観光客がいっぱい来て歩いています。昔はですね、ほとんど来る人いなかったんですけど、今これタクシーが止まってますね。もうタクシー乗りつけてですね、ここに上がってですね、この辺からこう階段を整備して上がれるようにしましたので、ここから上がってですね、散策もできると
という、まあ、そういう場所として活用されています。で、薄井峠にですね、変電所が、レンガの変電所がありました。で、まあ、あの変電所建物、まあ、あの建築の領域にはなるかと思いますけれども、こんな形でですね、とにかく荒れ放題で、屋根は抜け落ちてですね、窓ガラスが割れているといったような、もうほとんど廃墟の状態ですね、まあ、こういった状態で、この状態で重文化財に、まあ、指定されました。で、それをやはり補強してですね、こう内側から鉄骨で補強してですね、それから屋根もですね、全部吹き替えてですね、まあ、修理したということで、これはまだ一応補強とですね、修繕はしたんですけど、活用まではまだ至ってません。まあ、とりあえずこういった形でですね、窓枠を含めて復元してですね、現地に保存されているという状況です。こちらが線路側ですね。それからこれは薄井峠はですね、松井田町という、今は安中市と名前変わりましたけれども、そこがですね、まあ、その保存管理をずっとやってきたんですけど、まあ、薄井峠はですね、まあ、富岡の製糸場からはちょっと離れてるんですけど、やはりいろいろ群馬県その近代化遺産がいろいろ残っている場所ということで、例えば松井田町の商工会のこんな建物とかですね、それから松井田町の役場というものが、白井誠一が設計した有名な建物なんですけれども、まあ、こういったものがですね、現地にまだいくつか残ってるんで、まあ、そういったものと含めてですね、まあ、保存活用ができればというような話を今しています。それからですね、篠ノ井線というのが長野の松本から長野へ出る山岳路線で鉄道があるんですけれども、ここがですね、やはりトンネルを新しくした時に古い線を廃線にいたしました。で、その廃線跡がですね、ずっと放置されてたんですけれども、まあ、最近になって、まあ、整備してですね、まあ、薄井峠ほどきちんとは整備されてませんけれども、とりあえず草を刈ってですね、人が歩けるような状態に持っていって、まあ、遊歩道として、まあ、今に活用しているということで、これが昔の廃線時期ですね。こちらにレンガのトンネルが見えます。これも、篠ノ井線ですね。ちょっと今、まあ、この時点ではまだ立ち入り禁止になってますけれども、一応ですね、人がこう入ってですね、まあ、遊歩道として、まあ、楽しめる場所になっています。これは途中にあるレンガのアーチ橋ですけれど、ここは斜めアーチなんですけれども、ちょっとレンガが変な積み方になってまして、こんな鱗状のですね、ギザギザがついてますけれど、これこれ斜めアーチ のアーチ橋なんですけれども、こんな感じですね。その角度に合わせてレンガを丁寧に積んだものですから、まあ、結果的にこういう鱗状のですね、模様ができてしまったという、非常にちょっと変わったですね、アーチ橋で、多分全国的にもここぐらいしかないんじゃないかなと私は思ってますけれども、まあ、こういったアーチ橋が現地に残っています。それから同じ、これは山梨県ですね、失礼しました。山梨県の、勝沼。ワインの里で有名ですけれども、勝沼に中央本線の大日陰トンネルというトンネルがあって、ここも新しいトンネルをですね、付け替えた時にですね、古い線が廃止になって、まあ、そのレンガ のトンネルがですね、今遊歩道として整備されて、まあ、利用されているという例です。で、ここの場合はですね、線路を取らずにですね、そのまま引いたままですね、まあ、廃線時期の遊歩道として活用しているという例で、こちらは新しいトンネルですね。で、中はこんな風になってます。もうレールも引きっぱなしですし、ガセもそのままですけれども、まあ、バラストのままだとやはり歩きにくいということもあって、両脇はですね、こう簡易舗装したような形になっています。で、あと照明ですね、これも確か電車をまだ走らせている時の照明を再利用しただけだと思います。これは大日陰トンネル遊歩道ということで、現地にある看板なんですね。で、ここは結構長くてですね、ところどころにこういう休憩、マンホールって待避場があるんですけど、そこを休憩所にこういう利用の仕方をしています。で、そこにこう大日陰トンネルの歴史を書いてですね、パネルを、まあ、こんな形で展示するということをしています。
それから一部はですね、やはりレンガが劣化して剥離、この表面が薄く剥がれてですね、起こってくるという危険があるんで、そういうところはこういう熱湯をかぶせてですね、万一落ちてもここで引っかかるような、そういった補強ではなくて補修ですね、そういったことをやっています。それから、その先にですね、深沢トンネルというトンネルがあるんですけれども、これは石積みの肛門ですね。でこの中はですね、実はワインのワインカーブとして今利用しています。でワインっていうのは皆さんご存知のように低温でですね、ずっとこう保存する場所が必要なんですけれども、トンネルの中はですね、夏でも冬でもですね、一定の温度で、管理ができるということで、利用されているで、なおかつ勝沼はですね、そのワインの里ということもありまして、この中をですね、整備して、これトンネルの中ですけど、レンガのアーチですね、これがワインカーブで、ここに全部ワインが入っています。で東京のレストランとかですね、あるいは個人で預ける人も何人かいるようです。そういった形でですね、ワインをここに貯蔵してですね、利用しているというのが、この深沢トンネルというところであります。ここは貯蔵施設なんで一般の人は入れないんですけれども、これはちょっと特別にさせてもらったんですけれども、こんな形でですね、ワインの貯蔵庫が並んでいます。それからこれは最近利活用した例として、東京のですね、万世橋の高架橋です。で、これが神田川という川ですね。でこちらが東京駅の方向で、こちらがお茶の水の駅の方向になります。で中央線がこの上を走るんですけれども、その赤レンガの高架橋、これをですね、商業スペースとして再活用いたしました。で、この場所は昔はですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、昔は交通博物館が大宮に移るまではここをですね、博物館のスペースとして利用していました。で、交通博物館がですね、大宮に移転したということもあってですね、ここを商業施設として再利用しようということになりました。で特徴としてはですね、この高架橋は明治45年に完成するんですけれども、この神田川に面した側はですね、この柱の部分ですね、ここにこう切り石を入れてます。それからメダリオンというこういう丸いですね、円盤をこう取り付けてます。これがこの高架橋の特徴になります。で、これはその内部ですね。で、これは博物館がですね、移転した後直後ぐらいに、撮影した高架橋の中なんですけれども、この高架橋のですね、中をですね、こう行き来できるようなこういう通路がありました。でこれはその通路の部分なんですけれども、これが廃止になった直後ですね。でレンガがあって、そこに石とレンガでですね、石でこう柱を立てて、石を巻いて、躯体はレンガで仕上げるといったような、そんな構造になっていました。で、それをですね、下を掘ってですね、根がたぶんもう一回やり直してですね、それからもう一回やはり補強しなきゃいけないということで、内側からですね、コンクリートを巻いてですね、こんな形で完成しました。で下もですね、根固めした後にウッドデッキを張ってですね、床は木でできています。でこういった形にした上で、商業空間として再利用したということになります。これもまだ工事中の写真ですね。これが基礎部分で、これがレンガのアーチ。でそこをですね、打ち巻きして、コンクリートで打ち巻きして、補強すると。ですから外観はほとんど変わらないんですけれども、中はですね、コンクリートで巻かれてしまうということになりますけれども、一部のスペースはちょっとレンガが残っています。でこれは中をこういう喫茶店のようなカフェのような感じでですね、再利用して、で神田川、こちらが神田川なんですけれども、神田川にこうウッドデッキを作ってですね、行き来できるような、そんなスペースに今利用されています。これは中ですね。中はですね、そのカフェとか、それからいろんな店舗が、お店が入ってます、ショップが入っています。
で、これは万世橋の高架橋は上から見たところなんですけれども、これが中央本線ですね。で、これが万世橋の高架橋になります。これが神田川ですね。で、そこにですね、昔の万世橋の駅のプラットフォームっていうのがずっと残ってたんですね。昔の電車はまだ短かったのでですね、今の電車はとてもこのホーム止まりきりませんけれども、昔はですね、ここからここまでですね、これがプラットフォームですね、昔の。これがずっと残ってました。で、これもですね、なんとか利用したいと、これがそうですね、もう草が生え放題でですね、もう荒れ地になってたんですけれども、ここをですね、やはりその利用したいということで、ここにカフェを作りました。これプラットフォームの上ですね。で、これ両側の電車走ってますけれども、こうガラス張りの部屋を作ってですね、完全にオープンにしてしまうとこう危険なんでですね、一応ガラス張りにして外には出られないような形にしてですね、ここをカフェというのスペースで使っているということになります。まあ、皆さんも機会があったらぜひですね、万世橋行っていただければというふうに思います。それからこれは業務施設として近代化さを利用したというより、そういうものがあったんでたまたま利用しているということになるんですけれども、これは近鉄の生駒トンネルですね。で、近鉄は今大阪から難波から奈良に行くのにですね、生駒トンネルをくぐっていくんですけれども、そこの急線に昔大正時代、大正3年に作ったですね、生駒トンネルというのが、廃線で残っています。で、新しいトンネルはこの、すぐ横のもうちょっと下のあたりにできるんですけれども、そこへ行く、点検用の補修管理用の通路としてこれを今でも生駒トンネルを使っています。これはその入り口ですね。業務施設なんでですね、一般の人は入れないように、厳重にガードされてるんですけれども、中はですね、本当に昔のトンネルのまんま残っています。ただ路盤のところはですね、業務用の車両がですね、行き来するんで、一応舗装はしてあるということになります。こんな感じですね。で、一部はですね、やはりこう漏水が激しいんでですね、そういうところは地高で補強したりとかですね、そういったことを若干しています。それからこれは現在進行形 の、 例なんですけれども、北九州のですね、折尾という駅があります。ちょうど地方本線とですね、鹿児島本線が交差する駅なんですけれども、そこにですね、昔の西鉄の北九州線 の、 レンガの高架橋というのがありました。で、その一部がですね、今でも残っています。この上に西鉄のですね、線路が昔あって、これが地方本線の線路なんですけども、ここをまたいでですね、鉄桁が昔はかかってたんですけど、それを撤去したと。ただレンガの高架橋はですね、これ壊すの大変なんで、ずっと放置されたまま、残っていたわけですけれども、これをですね、なんとかその折尾駅、今ちょうど整備工事やってるもんですから、それに合わせてですね、これを何とか生かしたいということで、今その保存計画が進んでいます。で、このアーチ橋のですね、この一番北九州寄りのこれですね、ここら寄りのこの、アーチ橋がですね、実はねじりマンボでできています。中はこんな感じで、ねじってあって、こうアーチのラインが斜めに。ただこの瀬流形石っていうのはここはないですね。もう直付けに側壁にも斜めにくっつけていると。それからこの表面、アーチのこの瀬り持ちのところもですね、つら位置で全部仕上げてあります。で、これも今このどういうふうに利活用するかという検討が進んでるんですけれども、今のところモニュメントのような形でですね、駅前広場にこれをですね、この場所、場所を動かすわけにいかないんでですね、この場所で何か活用できるように、計画を進めているという段階です。それからこれは愛知県と岐阜県の間にある愛知トンネル の、 中央線の急線のトンネル群です。で、ここもですね、新しい線を作ったんで、このレンガの明治時代に作ったトンネルがですね、急線になって廃線跡ということになってですね、もう線路はないんですけれども、こんな形でですね、とりあえずかろうじて残っていると。で、これをなんとか地元でもですね、もう一回地元の活性化に役立てたいと。で、これはまだ登録有形文化財にもまだなっていないと思いますけれども、とにかく地元でですね、これを活用したいということで、
地元の NPO が立ち上がってですね、年に何回か一般公開しています。で、やはりまだ照明とかですね、それからロバも含めてですね、まだ整備が行き届いてないんで、一般の人がたくさん来ると非常に危険だということもあってですね、年に何回かその日を決めてですね、でその日はボランティアの人が出て、いろいろこう、介護をしたりとかですね、それから入ってくる人に注意を与えたりとか、そういったことをして、その中で、例えばこういったレンガをですね、刻印のついたレンガをですね、展示したりとかですね、そんなこともやっております。これは遊歩道として使っているような状況ですね。遊歩道と言えるか、もう本当に廃線跡と言えるか、これ入り口もですね、直接ここにアプローチするのがなかなか難しいんで、こういう階段をわざわざ作ってですね、で門扉も作って、一般開放するときだけここを開けるというようなことになっています。もう木もいっぱい生えててですね、廃線跡になってもう3、40年は経ってるんですね。こんな状態でですね、残っているという状況です。で、ここもですね、ちょうど愛知県と岐阜県の県をまたぐもんですから、こういった整備もですね、愛知県側はかなり熱心に進んでるんですけど、まだ岐阜県側はですね、なかなか進んでないということで、まだ春日井から田島の方へ抜けることはできないんですけど、とりあえず県境のところまでは春日井の方からですね、歩いていけるという状況になっています。ただ今紹介したのはですね、保存活用が 何らかの形でなされたか、あるいは現在の進行中という例ですけれども、残念ながらほとんどのですね、トンネルとか橋梁、レンガのですね、こういった構造物、鉄道構造物、廃線になった後ですね、ほとんど放置状態で現地に残っています。これは中央本線の、木曽のちょっとこの地蔵峠のトンネルですけれども、ここはですね、本当に、廃線になった後の、状態でですね、そのまま残っているということで、これちょっと雪が積もってますけれども、ここは凍結融解もするんでですね、もう本当にレンガもですね、剥離してもボロボロで、崩れる寸前と。でこれが校門のところですけれども、こんな状態でですね、水を含んで凍るとですね、膨張しますから、当然レンガ剥離していくわけですね。でこんな形でボロボロと崩れつつあるという状況です。これが中ですね。でこう剥離したレンガがですね、下に落っこっています。こんなような状況です、ね。それからやはり中央本線の、これは山梨県のトンネルだと思いますけれども、一応ですね、もう使ってないんでですね、人が勝手に入らないようにこういう金網のフェンスを立ててはいるんですけど、誰かが開けてですね、やっぱり侵入してですね、いろいろこう探検をしたみたいですけれども、こんな形でですね、放置されたままになっていると、一応管理はしてるのかもしれませんけど、ほとんどしてないような状況ですね。で、中に入るとこんな形でこのアーチのですね、レンガが陥没してですね、下に落っこって堆積してます。非常に危険な状態で、これも勝手に人が入ってですね、怪我もすると大変なんですけれども、とにかくですね、こんな形でですね、放置されたままですね、残っているというトンネルが、これはちょっと極端な例ですけれども、あちこちにあるというのが現状ということになります。で、最後にですね、こういった土木遺産の特徴というのをちょっとまとめてみたいと思いますけれど、とにかくですね、今紹介したように土木遺産というのはですね、建築も大きいものはそうですけれども、とにかく動かしにくいんですね。元の位置からですね、動かすというのはできないと。特にトンネルなんていうのはですね、橋はまだですね、橋の桁の部分は他に持っているということができるんですけれども、とにかくトンネルみたいなものをですね、どっか他へ持っていくというわけにもいかないと。で鉱物だけをですね、どっか切り取ってですね、保存するということぐらいはできるかもしれませんけど、それだと全然意味がないんですね、トンネルとしては。そういうことで、とにかく動かしにくいというのが特徴です。で、そうなると結果的にその現位置、その今ある場所でですね、保存しなければいけないと、あるいは活用しなければいけないということで、結果的にその遊歩道とかですね、そういった形で保存せざるを得ないというところが多いというのが一つの特徴。それからですね、大きいけれど地味と書きましたけれども、
まあ、とにかくあの物は大きいんですね。トンネルにしても橋にしてもですね、大きいんですけれども、まあ、一般にですね、訴えかけるですね、その美しさだとかですね、まあ、そういったものがですね、あの建築に比べるとやはりあの地味なことは否めないということで、そのあたりをですね、どうやってあの一般に PR するかというあたりが一つの、まあ、鍵になるのかなと。でそこにはやはりその実物としてそれが残っているというところをですね、もうあのもっと PR してですね、そうした中でその土木、事業 の、 あの意義だとかですね、土木構造の意義だとか、あの存在価値とか、そういったものを PR できればというふうに考えています。それからまあ同じような理由ですけども、とにかく分かりにくいと、まあ、専門家はですね、あのトンネルとか橋を見てですね、この橋はあのこういう特徴があるとかですね、このトンネルはこういう特徴があるという説明が、まあ、それなりにはできるんですけれども、それがなかなか一般にはですね、伝わらないというところで、まあ、そういった遺産の価値をですね、どうやってあの一般の人に伝えていくかというところが、まあ、非常に難しい部分で、まだその部分がまだあの 一般の方に対するですね、 PR がまだあの土木遺産の場合はですね、十分でないというふうに感じています。それからですね、物が大きいということもあって、とにかくですね、手間とかですね、保存費とか、あのいろんなその保守管理にあのお金がかかります。で、まあ、先ほど紹介したように、あの漏水の防止だとかですね、剥落の防止とか、まあ、そういったあの、対策工事をやるたびにですね、非常にお金がかかるということで、まあ、そういったものをですね、どうやって補填していくかというところが、あの一つのその、保存計画がうまくいくかどうかの鍵になります。まあ、とは言ってもですね、まあ、こういう特徴はですね、もういかんともしがたい部分がありますので、まあ、そういったことを前提としてですね、とにかくその実物が残っているという迫力と感動を、まあ、あの PR していくということ、それから、いわゆるその土木構造物がその社会基盤施設としてですね、非常に重要な役割を果たしているんだというところを、まあ、そういったあの歴史的構造物を通じて PR していくということ、それから、まあ、あのそういったですね、今残っているものをですね、活用して、まあ、観光資源として役立てていくということ、それからあの歴史的な構造物を、まあ、あの大切にするということをですね、こう鉄道事業者側もですね、そういったことをですね、あの心がけることによって、いわゆる保守管理、メンテナンス の技術を向上させていくといったような役割があるんじゃないかというふうに思います。ですから、あの冒頭に紹介したですね、有楽町の赤レンガの高架橋、すでにもう100年以上、経ってますけれども、やはりそのきちんと保守管理してですね、きちんと整備すればですね、まあ、100年以上経ってもですね、それが十分使えるということを、まあ、ある意味証明しているわけですので、まあ、そういったところでですね、こういった歴史的構造物の、意義あるいは価値といったものが、もっと生かされるんじゃないかというふうに考えています。だいたい時間も来ましたので、以上で私の報告を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。